触られましたわ今。はい、スタイルしましょう。話は聞いたぜ。あれ、あ、キャップさん、あれ、キャップ、あ、ベコリン、キャップ、ちょっと、立場変わってますけど、もももわけでもなく指でやった。キンコさん、右のやつが本当に信じて大丈夫ですか？信じてないですわ。混乱を招いたキャップは公務執行妨害罪。お、なんや、なんや、なんや、カメラ見せた、なんや、なんや、なんや、高級車の、なんですか？なんか、前のフリーカー、胸触られましたわ、今。触られたって言ってるんですけど、本当ですか？はい、なんか、優しく、この、なんかこう、再現できないけど、こう誰に触られたんですか？腕を、山ルン様ですわ、今。了解です、了解です、裁判しましょう。裁判しましょう。よし、裁判。衛星ありますね。こっちだってありますよ。こっちだってありますからね。全然こっちの衛星だって提出させていただきますから。これ冤罪です。これ自分から当たりに来てます、金子さん。そういうことする人だったんですね。ついには詐欺にまで。じゃあ、さっきの再現していいですか？距離感というか。はい、距離感これぐらいですよ、これぐらい。このぐらい、だいたい。で、俺は一本。で、マルン様が腕を前に伸ばして、うんうんうん、こう、こしょこしょっと、なんか、揉むわけでも、まあ、揉むわけでもなく、こう、さあ、みたいな感じで、触ってましたわ。一番、分かってる気持ち悪い方の触り方でしたわ。違います、違います。で、俺、一本も動いてないんですよ。大丈夫、揉むのがなかったとかじゃなくて、あ。いや、ちなみに言ったけど、マジでガッツリ触ってましたわ。いやいやいや、ガッツリさね、マルン様。オッケー、じゃあ俺の、法廷で会いましょう。法廷で会いましょう。衛星の録画見ていただけたら、俺が無罪っていうことが絶対わかるんでね。裁判だ。いやいや、こちらとしてはもう被害出てるんで、警察の方が、街を守る警察の方がそんなことしてもらったら困りますね。名誉毀損で、訴え返します。いや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 、こっちには、こっちの画像がありますからね。そう、こっちだってもう衛星の録画ありますから、勝負しましょう。やりましょう、やりましょう。もうとことんやりますよ。これ、立ち会いにやりますよ。簡易裁判します。フライヤーとかで画像を出してもいいですよ。そう、なるほど。なるほど。いや、いいですよ、俺だって。衛星の、断片いけますよ、こっち。じゃあ、ちょっと簡易的にやりましょうか、じゃあ。はい。裁判官挟まずに。じゃあ、いいですよ。ちょっと準備してきますわ。俺もちょっと、10分後分かりました。10分後で一時ですわ。俺、フライヤー、なるフライヤー準備できるかな。できます。じゃあ一緒に行きます。やっていきましょうか。いや、ちょっと待ってくださいね。あ、でもテレビに映せるか。そうします。どこでテレビ見ますか。どうしようかな。じゃあキャバクラとかね、多分。キャバクラで見るの。キャバクラで見るの。キャバクラ。それはやりすぎか。どこがいいかな。まあ、どこでもいいですよ。どなたかのお家とか。まあ、警察署にもテレビありますよ。あ、じゃあ警察署で。じゃあそこでやりますか。やりましょうか。うん、ちょっとこっちも準備させて。あ、こっちも準備します。はい、もう望むところです。証人は連れてきてもいいですの？証人とか弁護人っていうか。弁護人もちろん連れてきていいですよ。あ、了解ですわ。はい。弁護人誰にするんですか？俺はもう一人で自己弁護します。はい。ちょっと準備します、裁判の。誰7175で合ってるよね。はい、もしもし。ちょっとだけ時間がかかるかもです。はい、プラスで10分もらってもいいですか？もちろんいいですよ。こっちも準備させていただいて。あ、わかりました。はい、もう正々堂々戦いましょう。正々堂々戦いましょう。はい、お互いの無罪をね、証明するために。もう証明ですわ。はい、望むところです。お願いしますわ。じゃあ、はい、じゃあ10分。12時10分。あ、嘘。1時10分か。1時10分。はい。1時10分ですよね。警察署で。待ってます。本署ですわね。本署です。よろしくお願いします。望むところです。はい。失礼します。はいはい。コピー。すみません、ちょっと裁判になります、今から。今から俺今セクハラの冤罪かけられてここで裁判することになりました。はい、けど蓮先輩聞いてください。警察署だから待ってくれ。これ 100% 勝てる裁判です。いやいや待って、安心してほしいですね。蓮先輩、ちょ本当にもうこれ絶対勝てます。名誉毀損で、むしろこっちが請求します。え、なんか映したテレビに今。あ、今からちょっと映るかのチェックしたいんですよ。その証拠を出すために。今日なんかステートアスじゃない、ツイッチにあった。完璧です。オッケーです。あ、これ証拠。これ証拠です。埋めてるっすね、証明。誰、これ知らないっす。左端のメガネ、これわかんないっす。何この人。まあ、これちょっと長いんですけど、こうやって今本書ついた時カメラ見て、無線切るわ。無線抜けます。待って、レッサー、あ、待って、証人いるじゃん、これ。いや、そうなんですよ。あれ、外に市民の方来て、でもどう考えても俺触ってないっすよね。うん、てか無理だな。これ俺の勝ちっすよね、さすがに。そうだね。これで、あと、はい、あとさ、レッサンがさ、いつの話。あ、でも本当に今数分前です。マジで数分前なんだ。はい。ちょっとクズシロさんにも俺電話かけます。オッケーオッケー。呼びます。もう絶対にこれは負けられないんで。ちょっとレッサンにもじゃあ確認するわ。はい。多分大型しようかもしれないけど。
すみません、遅くなりました。あ、すみません、お疲れ様です。お疲れ様です。今ってお時間大丈夫ですか？はい、一応相手はいますけど、どうされました？ちょっと今さっき、ピンコさんって方に、はい、俺、あなた胸触ってきましたよねみたいな冤罪かけられたんですよ。先ほど、で、それ今から警察署で簡易裁判しようってなって、ちょっとお願いすることできますか？承知しました。向かいます、ね。すみません。ちょっと本署でお待ちしてます。本署の方ですね。かしこまりました。はい、すみません。よろしくお願いします。消していいってことです。再生します。あ、もう消していい。消していいですか？了解です。勝ったわ。これは勝ちです。さすがに勝ちです。了解です。そういう場合はもう、あ、ちょっとあっちで待ってるのかな。あ、マルカ、じゃあ上に案内しとけ、俺。あ、お願いします。すいません、くずしろさん。何トータナー情報局のものなんですけど。え、何それ、知らない情報局ある。こんにちは。こんにちは。こんにちは。話は聞いたぜ。あれ、キャプさん。あれ、警察。あれ、警察。あ、いや、じゃあ刑事だね、刑事だね。うん。刑事。裁判官来てない、ちょっと、もちろん呼びましたよ。話でかくなってない、大丈夫。裁判官、大丈夫。30分以内に終わらせるから。あ、30分以内に終わらせましょう。裁判官、笠木さんなんでね。市民の味方の赤ちゃんキャップです。おお。おなるほど。ちょっとこれどこでやります？じゃあ、じゃあ上のテレビのあるところで行きましょう。はい、年を言うな、岡田年をのこと年をっていうな。あ、ここで証言するのはここで立ってもらいます。そうですね、はい、あ、こんなところなんだ。じゃあ、今回簡易的な裁判ということなので、もう本当に略式、もうがっつりギュッて縮めて決めさせていただきます。私の方で、有効とされる証拠、映像証拠とか証言ですね、はい、に関して、ここの場で得たものだけを採用して判断をさせていただき、公平にね、判断させていただきます。はい、もちろん。はい、じゃあもう本当に簡単にやっていくので、今回の事件のあらましについて、原告側の方からご説明お願いします。キャプさんお願いしますわ。あ、どうやら原告のロゼナギピンコさんから聞いた話によると、ロゼナギピンコさんと花澤マルーンさんが何かお話をしていた。そしてその最中に突然彼女の胸を、警察であるにもかかわらず花澤マルーン被告が触れたと、ソフトタッチしちゃったと、オッペを、うん、おっぱい、はい、ちゃんとクリップの名前もオッペのソフトタッチと書いておりました。なるほど、はい、おそらく最近ロゼナギピンコさんちょっと人気出てきてるんで、同説も多かったでしょう。何を知らんけど。ちょっと待って、何の話？ちょっと待って。3000人いました。3000人の感覚者。何の話してるんですか？僕たちを見てたと。何の話？話が変わってるぞ。警察署さん、止めてください、これ。ちょっと、いや、まあまあ、すいません。これはすいません。ちょっともう特殊刑事課が関わるとこうなるっていうのは、まあ予想できてたんで、大丈夫です。まあ、でですね、まあ、その3000人はどうでもいいですよ。花澤マルーンさんの、その目撃はもうすでに証拠として残っちゃってますから、これはもう言い逃れできないと思います、はい、で彼女も大変精神的苦痛を与えられたと。本当に恥ずかしかったです。男性に対してそんないやらしいことされたことなかったと。で普段、ピンコさん普段から彼はあなたに対してどういった目線を送ってきてました？なんかちょっとだけいやらしいような目線というか、そうですよね、感じておりましたわ。はい、重々そうして彼は普段から女性に対していやらしい目線で見るような卑劣な男なんですよ。なぜなら、裁判官聞いてください。私は今でも警察に所属してて、今兼業で BMC で働いてるんですが、警察時代、はい、彼に無線をしても私にはあキャップって小対応でした。ただ女性の署員との時あおー行くよって感じの、もうウッキウキで全然対応が違ったんですよ。はい、彼はやっぱ女性に対してそういったいやらしい目で不正に対応してと。で今回ついにその思いがもう頂点に達しちゃって電話かかってきた。いや着ないものにしましょうか。聞きましょう、マルンさんはもう今抑えきれなくなった欲情をロゼナギピンコさんに向けてしまったということです。怖かったですわ。泣かないでくれ。すまんな。泣かないでください。市民を守る警察官が市民を泣かせるとは卑劣な行為、許せません。許せないですわ。検察側の請求としましては、検察という感じでね、お名前掲げられていらっしゃるので、今回はセクハラ罪というところでよろしいですか？それとも その他に何か罪状ありますか？まあセクハラ罪と、そうですね、NPC 殺人罪もつけましょうか。なんで？なんで？おい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 。
NPC 殺人。余計なことしない方がいいじゃないですか。キャプソン余計なことしない方がいい。心を殺したってことか。心を殺した。名称変わって。あ、まあ冗談です。今違います。今のは冗談です。はい、セクハラ罪で OK です。セクハラ罪のみ。はい、許せません。別途で名誉毀損分を請求してきてもいいんですか。いくらよこせみたいな、ね、ロゼラにピンコさん、あ、じゃあ僕らが名誉毀損を言えばいいんですか。あ、そうだから、いくら請求されるのかなと思って。そうですね、マルンさんの請求については後ほどお聞きします。はい。で、刑事罰のみということでよろしいですか。はい、大丈夫です。かしこまりました。じゃあマルンさんが言い分をちょっと聞かせてください。はい、僕はですね、警察業務をしていましてですね、はい、でそれで一回、本所に帰ってきたんですね、車で。で車をガレージに止めて、ガレージを降りて、その事件現場にあるカメラを見ていました、僕は。はい。でカメラを5分ほど、まあ魂も抜けつつ5分ほどカメラを見ていて、でカメラを見るのをやめたら目の前にピン子さんがいて、で急にどうしたんですかと言ったら、あなた今胸触ってきたわよねって急に言われたんです。いや何の話してるんだ、俺はカメラ見てたんだぞって言っても、まあ、通じなかったんで今こうなりましたね。なるほど。テレビに映したらいいのかなっていうお話で間がございましたよね。あ、そうですね、じゃあテレビに映しましょうか。俺もね、目を背けなかった、この事実から。本当に悲しかった。じゃあちょっとそちらを流していただいて。 かつて共に戦った仲間がこんなことをしてるとは、うん、いやいやいや、ちゃんちゃらおかしいですわ、まあ、何が名誉毀損ですか。 まだ判決出てませんから。あとはあれですね、まあ、一応刑事裁判の手続きに乗っとるので黙秘権もありますので、まあ、ピーちゃんだ、その中じゃないやつですよね。ちょっとほら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 まずい、ほらほらほらまさぐってまさぐってる、これびっくりしました。なるほど、そう出てきましたか。了解です。これまさぐってます、完全に。この横に映ってるピンちゃんの横に映ってる左の女性は誰なんですか、これは。まあ、それは置いといて、それは置いといて。今、丸屋様に胸触る。あ、触ってますね。これはもう、あ、もう一回ですよね。もう一回流します。まあもう一回流しておきます。もう一回流しておきます。はい、確認させてください。はい、これは。そんなことない。うわぁ、もうこんなにいやらしい。やらしい。やらしい。やらしい手つきだ、これ。悲しい、これは。ひどすぎる、これは。こちら、丸は見てる対象が違うだけ。無意識に、ね、ピンちゃんのオッペを。つまんでたわけでしょ。いや、つまんでないですね。もう、くずしろさん止めてください。これやってないですよ。やってないですから、完全に名誉ですから、ね、完全に名誉毀損です。元にですね、はい、なんかたまたま警察署の前通りかかったから、まあお話しかけに行こうかなと思って、なんかもし暇ならお話できたら楽しいだろうなっていう。あ、交流ですね。素敵な人とちょっとは、だから素敵な警察官だと思ってね、話しかけ行ったんだよね。善意だったんだ。すいません、善意ですわ。いいやりでいいですか。はい、いいですよ。今素敵な警察官って言ったと思うんですけど、先ほどやらしい目で前から見てたって言ってたと思うんですよ。意見が食い違ってると思うんですよね。そんなこと言ってませんけどね。確かにおっしゃって言いました。言ってましたよね。言ってましたね。それに対する反証があれば原告側お願いします。ちょっと待ってください。今ちょっと準備してて、申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。じゃあこれ今から証拠を流すことができますもんね。あ、証拠。はい、要は警察を信じたかったんだよね。そういう目で見てきたと思っても。え？なんだこれ。ちょっと待って。なんだこれ。どういう。こんにちはです。サブスクありがとう。サブスクとは。サブスクとは。赤髪ね。こんにちは。ロハリカ向かいます。聞いてる？そんなそんな。ああ。ああ。めっちゃ。どういうことか。そんな優しい人じゃない。弁護人、弁護人、あれ？弁護人。ちょっと立場変わってますけど。もうわけでもなく指で。いました。あれは大変警察に対する挑戦状だと思ってました。そんなことない。キャップ様、キャップ様、キャップ様、キャップ様。今ビッツの話をした後、仕事している業務中の警察官の前に立ち、はい、それをセクハラというのはちょっと、いや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 、そこは知らなかったですね、私も。一つ補足いいですか。はい、監視カメラ見てるとき、はい、イヤホンみたいなのをしてるらしくて、外の声が聞こえなくなるんですよね。あー、だから気づけなかった。そうなんですよね、うん、周りが見えず音も聞こえない状況になるということですね。
でもその状況で胸を触ったってことはもう本能的に触りに行こうとしませんか？異議あり。被告はあれですよ。ちょっと待って、キャップ様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 、裁判中に立つのがおかしいですよ。異議あり。キャップ様おかしいですよね。被告は明らかに業務中であった。その前に立った市民の方がまず被告の状況を把握しなかったのが、金子さんからすると、まあ、無視されたと思って近づいたという感じ、無視されたと思って近づきましたもんね。無視さん、ちょっとまあ、あの、はい、あの近づき方もちょっと怪しいなって、金子さんのそもそも、ああそうですね、なぜしゃがみながら近づいたか、はい、びっくりさせようかなって思ったんですよ。あーわーみたいなんてありますよね、で、うん、出会い頭にね、うんうん、だし別になんか変な、そのなんていうんですの、コミュニケーションじゃないはずですよね、まあ、お茶の心でね、やったと思う、知り合いならやってもおかしくない、まあ普通の行動だと思います、ね、あでもこれはちょっとやっぱ原告さんおかしいのは、先ほど普段からいらしいの見てたと言って、キャップ様、そして素敵な人だと思って近づいたと、これも矛盾してると、矛盾がすごいですね、自分で言ったミッションですよね、それね自分がやってみせるだけはカパーズのおかしくないですよ、それおかしいですよね。でも多分裁判記録では多分原告からの意見でまとめられてると思いますよ。そうですね、小田メモしちゃってますね、まあ、私からの意見ではございませんからね、ちょっとそのところはちょっと裁判官の方にはなんかご留意いただきたい、レンさんが外で、まあでも私が言いたいことはただただあれですよね、はい、私の行動は私なんか特に変なこともないっていうところプラス、まあ、胸を触られた事実だけは絶対にあるという、まあこれだけは分かっていただきたいところではございますよね。かしこまりました。あんな距離近くにいて触られただなんて。で、一点ちょっと古澤さん確認なんですけど、はい、タブレットを見る際ちょっと見ててほしいんですけど、はい、うんうん、タブレット触ってますね。こうなるわ、ね、私が検証しましょうか。はい、ああそうですね。ちょっとここに来てもらって、あちょっとじゃあ、赤木さん、じゃあちょっとピンコさんも見てもらって、マルンさんも、はい、うん、はい、見てます。ちょっと私の胸を触ってるかとかちょっとやってみてもらっていいですか、赤木さん。あ触ってますよね、触ってますよね。これはすいません、あ、レッサーさん、すごく大事な証拠を持ってます、私。え私の衛星の証拠があるんですけれども、あ、ちなみに、それはどっちが有利になる証拠ですか？え、多分どっちも どっちかわかんないですけどどっちかわからない、ちょっと待って、中立視点のちょっと待ったが来たな、なんてこった、別視点の、なるほど、重大な証拠あるんですけど、提出してもいいですか？今すぐ準備できそうですか？はい、少々お待ちください。じゃあ写してください。どこに、どこに、写し方がちょっと。おそらく BMC と思われる方々、はい、貼り付けてエントリー。スラッシュ TV ウェブブラウザ。すいません、すいません。ちょっと待ってください。ちょっと。こんなに大ごとにするつもりはない。こんなに大ごとにするつもりはないですか。まずいぞ、これは。なんでこれはまずい。簡易裁判が手返しのようになって一つピンコ。どういうことこれ、まずい。これはフラッシュ TV ウェブブラウザって、なんでみんな BMC 来てんのこれ。すいません、花沢マルン君がこのロゼナギピンコっていう占い師のオッペを触ったらしいです。なんだって、ただそれについてはどっちが悪いか今ちょっと判断してるって感じですね。はい、僕はちゃんと反応させていただいてます。で、状況、状況と私はピンコさんにじゃあ確認、おかしくないですか？あー来ました、ピンコ様、来ました、来ました、ピンコ様、ちょっと待ってくださいまし、どうぞどうぞ。あ、証拠来ましたね、立ってるだけじゃないですかね、うん、で後ろから驚かせようとして、ね、なんか話しかけても聞こえないから前に回ったという感じですよね。裁判官的にはどう見えます？触ってるのやっぱ見えちゃいます？いや、まあそうですね、最初の証拠について明らかに、まあ、触っているようには見えたんですけど、ね、ただ、検察官、警察側からするとまた、ちょっと待って、また変わってるって、ただ触ってる時はこうイヤホンなんかこう、あんたそんな支援者側でこっちに来るじゃないですよ、今度もう裏切らないですよね、もう絶対に裏切らないですよね。また戻ってきた。では、まあ一通りこれで出揃いましたかね、証言と。やだね、市民を守る正義の警察官がセクハラですか？信じられませんわ。ああ言ってくれるわ、言ってくれるわ、もうほどになってますからね、ピンコさん、これ。いやいやいや、うん、なんでここまでなったんだ。裁判官の方はね、私の味方になってくださるはずですよ。もう後ろにいる方々がもう僕の名誉、名誉毀損もいいところですよ。私側に座ってる方の方が多いですわ、マルン様。いやいや、同じぐらいですよ。いやいやいや、こっちの責任持ってます、ほぼ。ピンコさん、持ってないですね。ピンコさん、右のやつが本当に信じて大丈夫ですか？信じてないですわ。こいつに関してはいつか殴り殺したいと思っております。あ、なんてこと言うの、裁判中に、裁判中になんてこと言うんだ。ピンちゃん、ピンちゃん、落ち着いて。
リップサービスも通用しないから。お前が言うのですよ。ちょっと黙ってくださいまし。なんか言葉が強くなってきてるゴリね。これは同様ゴリか、うん、ちょっとゴリラ黙ってもらっていいですか。ゴリガチ注意じゃない。ゴリラ座りなって後ろに。ゴリラ。はい、先ほどですね述べられた、証言だったりですね映像証拠において今ちょっと簡易的に判決を書きましたので、述べます、はい。で主文はもう述べずに理由から、述べていきます、はい。今回ですね映像証拠からですね、触ったという事実は、判断できるものの、しかしながらですね、マルンさんの証言から、故意に触ってはいないという可能性がございます。マルンさんがもし無意識に触った場合はですね、チンチン喪失状態であったと考えられ無罪となります。そうでない場合ですね、タブレットをしまう際に触れてしまったという過失であり、どちらにしても故意ではないため、セクハラ罪に適用できないものと考えられます。何？よしよし。なんでこれ？よし。落ち着いた気持ちが。落ち着いてください。落ち着いてください。マルンさんはですね、無意識に触ってしまった可能性もございますので、ここは証明できておりませんので。で時間がある際にあの病院にカウンセリングに行ってください。それは連れてきます、はい。で名誉毀損ですね。こちらマルンさんの請求名誉毀損については、この町には罪としては存在しておりません。また名誉毀損に関するこれまでの民事の判例もですね、今回の件に当てはまるようなものは存在しておりませんので、日本の条項を参考にしますと、不特定または多数の人間がいる場合に成立するものであって、今回ですねあの現場においては、不特定ではない特定のですね警察の人間、かつ多数ではない少数の、3人という少数の人間であったためですね、こちらも名誉毀損というのは、成立しないものと考えます。なるほど。最後にですね、簡易ではあるものの裁判というですね、公の手続きにおいて検察官と弁護人をですね、入れ替わった、混乱を招いたキャップは公務執行妨害罪です。あれやってるわ。いいじゃないですか。あれありがとうございます。これは両成敗というか丸く収まってしまう。我々の勝利ってことだな。ピンコ、じゃあ過去で。おい、過去ゴリキャップの一人負けです。はい、何？おい、どっか見たことあるぞ、この展開。先輩には逆らえないんだ、ごめんな、ピンコ。OK、キャップ、牢屋に。崩しちゃう。了解、ゴリ。仲直りということで。仲直りです。共通の敵が見つかりましたね、ピンコさん。無意識で、あいつはいつか、触ってしまった場合って、大きな無罪に何かを、はい。あいつは許さない。ここをどんどん細かく法理、法理論的に言うと、まあ、これからも仲良くやっていきましょう。原因において自由なことを言ってキャップを死に貶めましょう。貶めましょう。協力しましょう。協力しましょう。